イスタンブールの市場の売買記録からシュリーマンがこの財宝を実は買っていたのではと考える人もいます。市場で買ってトロイに持っていき、作業員を追い払い、土壁に埋め、それを掘り出した。世間の注目を集めようとしたのです。プリアモスの財宝はその後70年間ベルリンで大事に保管された。1943年、ヒトラーはゲルマン民族による全ての財宝を箱に詰め、分類していくつかの銀行や倉庫に預けることを命じた。ところが終戦でベルリンが解放されると財宝は消えていた。1993年の夏、トロイに行きました。到着の前日にロシア政府の発表がありました。行方が分からなかったシュリーマンの財宝、プリアモスの財宝を発見したというのです。ロシア政府はモスクワのプーシキン博物館の地下室で財宝を見つけたという。ヘレナの装身具はずっとそこにあったのか、それとも1945年以降人知れず様々な経路をたどっていたのだろうか、無傷のままなのか、他の財宝は散り失せてしまったのか。みんなが注目しているのは、財宝が消えた1945年からロシア政府によって発見された1993年までに何があったのかということです。ホラ吹きと悪口を言われようと、天才と崇められようと、シュリーマンは決して忘れ去られることはないだろう。1890年、彼はイタリアのナポリで死んだ。トロイの考古学者はいつも大きな溝を目にする。ところにより幅10メートル、深さ30メートルにもなる溝で、シュリーマンの溝と呼ばれている。ヒッサリクの真ん中の層にまで達するこの荒々しい傷跡は、この古代都市がホメロスのトロイかもしれないというシュリーマンの発見の名残である。19世紀の末になると、神秘と期待に包まれたヒッサリクの丘は世界の注目を集めた。当時の考古学者たちを引きつけてやまず、その中にドイツの建築家ウィルヘルム・デルプフェルトもいた。デルプフェルトは以前トロイに来たことがあった。シュリーマンの最後の2階の発掘に付き添っていた。1893年、デルプフェルトは一人で現場に戻ってきた。シュリーマンが掘った土地を改めて丹念に調べた。彼もまたホメロスが書いたトロイの記述を信じていた。どのような町であったのか、モリス氏は言う。ホメロスの詩からすると延々と縄文が続く様を思い浮かべるでしょうが、実際は縄文の中はフットボール競技場ぐらいです。イリアスに書かれたことがその中で起きていたと考えるのは無理です。シュリーマンの後に続いたデルプフェルトは、ホメロスが書いた城壁で囲われた都市はヒッサリクの住居跡の一番上で一番内側の輪だと考えた。そこは城塞都市と呼ばれ、約1000人が住んでいたとされる。デルプフェルトは城塞の外を掘り始めた。すると立派な石壁の正方形の家がテラスハウスのように連なっているのを発見した。しかし彼はこの2番目の住居跡の外にさらに大きな住居跡があるとは考えもしなかった。誰にも発見されることなく100年近くが過ぎた。1990年、トロイの発掘調査班が本当の城壁の基礎部分を発見した。学者たちが測ると壁は町の中心から400メートル離れていた。フライシュマン氏はこう指摘する。ところが実際に掘ってみると、それは壁ではなくて溝でした。岩盤に溝が掘られていたのです。学者たちは今それは堀だったと考えています。壁を高くしてよじ登られないようにするための堀です。この発見でトロイは随分大きくなりました。つまりホメロスのトロイである可能性が高まってきたのです。真のトロイの姿がついに現れ始めた。
この新発見により住民の数はおよそ6000人と推定された。科学がトロイの謎に迫っていく。1932年オハイオ州シンシナティ大学の教授カール・ブレーゲンがトロイの遺跡の発掘にやってきた。ブレーゲンがトロイの発掘を引き継いだ頃、遺跡は瓦礫の山と呼ばれていた。シュリーマンとデルプフェルトが手をつけていなかった遺跡で、彼は小さな瓦礫を正しい位置に戻し始めた。普通の人はよく考古学の博物館でこんな小さな壺のかけらに目を丸くしています。カール・ブレーゲンはトラックいっぱいの壺のかけらを大きなテーブルにどさっと開け、時代ごとにかけらを分類していく。ブレーゲンはただ見るだけでいつのものかが分かるんです。1939年、ブレーゲンはミュケナイ人とトロイの遺跡との関係を突き止めるためギリシャ西部に向かった。彼はそこで1日目を考古学史上最も成果の上がった日と書き記している。オリーブ畑の根元を掘っていたブレーゲンは600個の粘土板を掘り当てた。そこには後に千文字 B と呼ばれる判読不能の文字が刻まれていた。紀元前13世紀のものであった。この碑文はミュケナイ文化期のギリシャ人がダーダネルス海峡の岸壁にやってきたという証拠になりうるのだろうか。そうであればホメロスのイリアスはより史実に近づくことになる。解読の結果、ミュケナイから来た人々は確かにギリシャ人であることが分かった。トマス教授によれば、彼らは後期青銅器時代トロイ戦争と同時期に生きていたことになる。今のところ分かっているのは、青銅器時代ギリシャ本土にとても栄えた文明があったということです。さらにトロイとギリシャ本土との間に交流があったことも確かです。つまり飛躍して考えれば、これはミュケナイの戦士たちがトロイの近くで野営をして動乱が起きたとも取れるのです。今トロイとホメロスの詩を結びつける決定的な証拠はまだない。グラス教授は言う。トロイとホメロスに関する論争は考古学や文学と同じように永遠に終わることはありません。ホメロスの詩は人間の存在と同じく謎めいています。トロイ戦争はまさに我々人間を象徴しているのです。つまり我々は皆結局のところ自分の死に向き合うのだと。それともある意味でホメロスは我々は皆トロイに生きていると表現したかったのかもしれません。かくしてホメロスを読むと人は現実と神話の間を永遠に行き来することになる。全ての道はローマに通ずる。だがその出発点はここトロイだと言われれば、たとえローマ人でも異論はないだろう。ここでは石を一つどけるだけで神話が真実に変わりかねないのだ。イリアス第9章より、もう一つ皆に忠告を与えよう。法を挙げ国へ帰るのだ。決して見てはならない。世の終わりにトロイが崩れ落ちるのを。
いかがでしたか。ギリシャ人というのは、まあ、いくら神話とはいえですね、ヘレンというあの美しい女性のために10年間もスパルタとトロイが戦争をした、とてつもないですね。一人の女性で10年も戦争するなんていう歴史はないですからね。しかし面白いと思うのは、実際にはヘレンはトロイに行かずにエジプトに行ったんだとかですね、ヘレンという人はいなくて、まあ、王女ですね、いなくて、それはあの地域の土地のことで豊かなる実りのことを言ってるんだとかですね、いろんな意見があって、なおかつホメロスの歌っているトロイと実際の現在あるトロイというのは違うんだなとか、いろんな意見が出てきて、なんかギリシャ神話自体がですね、みんなの話題になりながら違う物語に行きそうな、なかなか面白い番組でした。私もトロイに何度も行ってます。そして青銅器時代の大難争のところがどうだ、ジュリーマンが見つけたのは本当はトロイのところではないってなことを説明を受けてですね、ああそうかと。シュリーマンが発掘した時には宝探しできちっとした近代的な科学的な発掘をしないっていう人もいます。みんなそうなんでしょう。しかしもともと発掘というのは墓泥棒盗掘者から始まったもんで、そんなことしてちゃいけないと、きちっと科学的に学問的にやろうじゃないかっていうふうにやったプロセスです。19世紀にはまだまだそれだけのいろいろな方法が確定しなかったということで、見つけたってことは大きいと思いますね。ギリシャ神話を我々はもう一度読み直さなきゃいけないし、その後ミケーネも見つけてますから、シュリーマンを再評価しなければいけないんじゃないかと、そういう意味では今回の話はとても面白い。しかもそのシュリーマンの後もずっと続けてやっているっていうこと、これもですね、何か考古学者としてとてもほのぼのした嬉しい話でした。また次回お会いいたしましょう。